気まぐれマッキー。ということでね、今日はですね、タイのあら汁を作っていきたいと思います。目の赤さやばいでしょこれ。完全に春の花粉にやられてますね、杉に。なぜかね、外じゃなくて中に入ってね、風呂とか入ってるとめっちゃ痒くなるんですよね。なぜなんだろう、誰か教えてください。はい、というわけで、やばい、起きたか、うちの怪獣が起きた可能性がある。あそこで寝てるんですよ今。やばいな、起きたら中止にしなきゃいけないと思ってたけど早く起きそうだ。今日はですね、ちょっとあら汁の作り方教えていきますね。では材料です。テレレテテテ、はい、こちらがですね、タイのお菓子でございます。これね、これと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 これで100円でした。ベルクスっていうね、東京とか、まあ、千葉にもあるんですけど、そういう名前のスーパーで安く売ってました。あとはこちらネギね、これ忘れちゃダメで、この大根とか人参を、まあ、一応切りでいいんですけど、まあうちの奥さんがね、食べれるか分かんないんで、ね、人参大きすぎると食べれないんで、一応切りにしておきました。待てー、キラリン、バイーン。で、生姜ですね、これは、薄切りのと、今からこれ千切りにする千切りのものですね、用意しました。で、作り方は簡単です。まずこいつをですね、あれしていきます。はい、今からこのタイのですね、霜降りというのをします。今もう塩を振ってあるんですけど、ここから熱湯を少し入れてですね、臭みを取るというか、この中の 赤い、ね、血合いの部分だったり、この鱗を取っていくっていうのをこの後していきます。まずは少しこのように熱湯をかけて、もうタイの赤い部分がなくなるぐらいまで入れてあるといいですね。まあ、くぐらせるぐらいでもいいっていうふうに書いてあったんですけど、まあ、少し気になる方、古いタイとか使ってるとかね、方はもう少し長めに入れた方がいいかもしれませんね。はい、ほとんどの具材はもう切っちゃったんですけど、まあね、何も切ってないってのもあれなんで、少し間を置いてる間にこの千切りをしていきます。で、これは、最後に生のまんま、あら汁の上に乗せる分の千切りのやつですね。もうちょっと細かくても別にいいと思います。食べる分のやつですね、普通に。で、こっちの大きい方は臭みを取る分の生姜です。はい、それでは洗っていきたいと思います。これさっきのやつですね。血合いの部分とか別に気にならないよって、僕は大丈夫なんだっていう人は別にいいと思うんですけど、まあ、どうしてもね、臭みが気になる方とかはこのようにした方がいいかなと思います。ちょっとうまみを取りすぎたかもしれないというのは、ちょっとうちの赤ちゃんが泣いちゃって、言い訳になっちゃうんですけど、赤ちゃんが泣いちゃってその世話をしてたら、いつの間にか火が通って、うまみっていうか油がすごい取れちゃった感がありますね。あ、そうですね、これで少しタイの顔についてるこういう血合いとか裏にこう血合いがあるので、そこ取って、血合いを入れてね、取っていただければと思います。顔の皮とかどうすんだろう、いらないよねこの皮ね、取っちゃいますよ、誰に確認してんだよ。まあ、これちょっと口に入るとね、結構うざいじゃないですか、あら汁のこういうのって。で、僕あら汁の美味しさ知ったのはやっぱ銚子丸なんですよ。銚子丸っていう寿司屋、全国チェーンかな、僕は全国チェーンと信じてるんですけど、千葉県とかね、埼玉、東京にもあるのかな。あそこであら汁食べて、うまっ、しかも無料かよみたいな。まあ今は無料じゃないかもしれないですけど、その時にね、口にこのタイのこの鱗が入ると結構こう嫌じゃないですか。そのために取るっていう感じですね。めちゃめちゃタイが俺を睨んでるね。お前が俺を食うんかみたいな。ちょっとこうやって見ると進撃の巨人っぽくない？進撃の巨人のなんか顔に見えたのは俺だけでしょうか。はい、そしたらこの魚と一緒に大根と人参を入れます。生姜、あとお酒ですね、お酒も入れていきます。で、これが煮立って大根が柔らかくなってきた段階でアクを取りながら最後に味噌を入れていくという感じですね。で、その後がネギですね、このネギを入れていく感じです。
はい、アクが出てきたので取ります。これはアクは正直この一個一個取らなくてもキッチンペーパーとかを浮かばせておいて、そうすると勝手に取れてくれるのでそれでもいいかなと思います。はい、大根がこんな色になってきたらそろそろ味噌を入れましょう。味噌はこんな風にお玉の上に入れてかけ混ぜてもいいです。で、後ろに今ありますのが私が作った山芋の、山芋で作った、なんかこのごま油と山芋と卵で作った、なんていうのこれ、お好み焼き的な感じです。さっき一発でひっくり返したのに今台無しにしちゃいました。今日はこれぐらいですかね、味噌入れていきたいと思います。完成よ。はい、というわけで完成です。どうでしょう、美味しそうですね。最後にネギとね生姜を今入れたんですけども、結構この魚とか苦手、人参苦手、大根苦手というお子さんにもね、これだったら結構食べやすくなってるんじゃないかなと思いますので、ぜひご家庭でもお試しください。それではまたお会いしましょう。アディオス。